いやどうも、今回の、ブラ兄貴はですね、まあ、最近ザギンが多いですね。ザギンをこうブラブラしながら、今日はあの、まあ、日本のセレクトショップの、まあ、元というかここから始まったというのがこのシップスですね。もともと今創業45年だと思うんですけど、アメ横の三浦商店っていう小さいお店から始まって、まあ、今いろんなこう銀座日本のセレクトショップありますけど、セレクト日本のセレクトショップのもう元もう全てここから始まった、まあ、根源ですね。で今日はちょっといろいろ見ながら、やっぱりこうシップスのちょっと別注も気になるんで、ちょっとこのヴィンテージの今日 G9 来てますけどね、これでちょっと行ってみたいと思います。どうも、はじめまして。はじめまして。アニチューブの、兄貴と申します。よろしくお願いします。MD の、はい、岡部さんですね。はい、岡部と申します。シップスっていうのは、はい、まあ、私のちょっと思い出もすごくあって、はい、確か三浦商店、そうですね、アメ横で始まって、はい、そこから、三浦サンズっていうお店が、はい、私小学校ぐらいかな、小学生ですか、もうその、はい、なんだろう、 IB とかファッションに目覚めた時に、渋谷の道玄坂からちょっと入ったところに、そうですね、はい、あって、うわかっこいいなみたいな、はい、アメリカのなんかコンバースとかレッドウィングとか、すごくずっと憧れがあったんですけれども、はい、でちょうどこのシップスが、45周年ですね。45周年で、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。歴史ありますね。そうですね、結構じゃあもう昔から長く通われてるお客さんもいたりとか、特にまあこの銀座店は特にそうですね、77年くらい、43年経ってますんで、このお店は43年、はい、銀座は43年、第1号43年です。だからなんかその歴史を聞いてるだけでもうね、すごい、あ、そう、大事なこと忘れてました、はい、あのシップスといえば、あの僕大竹栄一さんがすごく大好き で、 あのナイアガラレーベルとかで、で結構コラボの企画をやられたりとかしてて、はい、なんかこれがすごいブワーってこうナイアガラグルーブがこう疲れました、なんかブワーってこう来てるんですけどちょうどこちらなんですけど、これはシップスと、はい、ナイアガラでコラボして、はい、あ、ジャケットデザインをしてた中山さんの、そうです、これ本みたいななってるんですかね、ブックになってますね。やば、もう以前中山やばいっすね、もうフッサグルーブがここだけでも1時間いけちゃう感じしますけどこれ、いや、分かる人には60年代後半からアメリカの文化とか、うん、その三浦&サンズがあったりとか、はい、初めてコンバースをね三浦で買ったりとかって思い出の方もいると思うんですけど、はい、やばい、山下達郎さんですよこれ。ボリューム1、ボリューム2で佐野モントールさんもね入ってきます。これ長いですねこれちょっと後で、じゃあぜひ後でゆっくり、はい、後でゆっくり、これちょっとやばいな、でスペシャルなんで、はい、このシップスの限定で、限定の、はい、トートバッグ、これにしようかな。じゃあ今日これにしてちょっと早いですね、ちょっと早いですね、はい、ちょっと早いです。ちょっとお店の、まあ、じゃあこっちからいろいろこう見て、はい、あ、グルカとかもあるん、そうですね、もうグルカも昔からずっとやってますね。こちらこういった小物も、多分他は結構やられてないと思うんですけど、シップスはかなりやってます。なるほど、はい、あ、今日言い忘れてましたけど、さっきちゃんとこれでこうやってこうやってて、ちょっと許可を得てちょっとノーマスクでやってるんで、ちょっとさっき一瞬近すぎたんでちょっと微妙に距離はあって、はい、これぐらいで、はい、もう気持ちだけはすごい近くに、はい、お願いします。でちょっとこれスペルガのアーティファクトっていうラインですよね。そうです、はい、これモールスキンで、これイタリアのスニーカーもあるんですね。結構幅広い、そうですね、幅広いです。ちなみにこれも、あ、そうですよね、ね、こっちはちょっと上のラインですね、プレミアムラインで、これだけでまた1時間話しますの方に、はい、ぜひ。これ気になってしょうがないですか、これ、はい、これ持っててもいいですか。あ、いいです、気になってしょうがないです、ぜひなるほど。でも初めてシップスで買い物したのも銀座店だったかもしれないな。あ、そうですか。あ、そうそう、コンバースもだから、はい、コンバース、まあ、今では当たり前ですけど、こんなキャンバスのスニーカー、コンバースを初めて日本で売ったのは、そのシップスの前身である三浦&サンズと言われてますよね。はい、言われてます、はい、ね。こういう定番のオーセンティックなものも、ね、常に置いてる、ね、バンズがあったり、コンバースがあったり、はい、赤羽もあるじゃないですか。あ、赤羽です。赤羽レッドウィングもいいですよ、そうですね、これね。これもまあ、
アイリッシュセット、はい、別注なんかもしたりしまして添加し別注もされてるんですね、はい、もうなんか別注が気になってしょうがなくなってきました。まだ早いですね。まだちょっと早いですね。これは別注なんですか、はい、こちらの左側のオックスフォードが別注でございます、はい、この単物いいですね、はい、カラーもパラパラしてますねこれはミカエルかな。そうですね、はい、なんかいいですね。これ定番ものフランスの靴もありアメリカのスニーカーもありシャンボードもあり、ね、イギリスのクロケットもありイギリスのクロケットもあって、もう来ましたねここから、はい、ナイアガラ&オールデン、ナイアガラ&オールデンでなんか数字が素敵なプライスがグルーヴ出てますね、はい、ありがとうございます。もう創業も古いですか、オールデンは扱って。オールデンも本当にまあシップス始まって初期の頃から扱ってますから。なるほど、はい、まあ、かなりのまあモデル数もあるんですけども、そうです、ね、毎年新たなものを別注してますね。ミリタリーラストこれ。そうです。なんかモディファイもいいですけどミリタリーラストのこのメダリオンも。そうですね、今実は私履いてもそうなんですけど、これはミリタリー、これもミリタリーです。やっぱいいっすね、ミリタリー。あえてちょっとカーフがいいかなって。なんかカーフも開きも今の気分じゃないですか、はい、いや、ありがとうございます。逆にいいっすよね。そうなんですよ、はい、コード版もいいんですけど。じゃあこれにしようかな。ちょっとまだ早いですね。まだ早いですか、はい、まだ早いですか。いや、なんか定番ものもすごくいいんですけど、やっぱ最近ちょっと自分もそのアニベッチュっていうところでやってて、はい、やっぱりこうセレクトショップのベッチュもすごく気になるんで、はい、ちょっとやっぱなんだろう、岡部さんがこう、はい、兄にこうリコメンドする、はい、シップスのベッチアイテムとかってなんかあったりしますか。近くに、ね、じゃあ近くね、はい、近く行きましょうね、はい、いやすごいな、このグルーヴがやっぱシップスだな。あ、なんかすごく僕、私のイメージだと、はい、シップスってすごく IB とかトラッドも昔のイメージだったんですけど、こういうコンブレとかもちょっとイタリアっぽいですね。そうなんです、こちらも、まあ、先ほど45周年って言っていただきましたけど、はい、黒ジムの方で別注してまして、バルイターロというブランドです、ね、そうだと思ったんですよ。あ、本当ですか。なんかこの辺のモルトヤベーネな感じがこうなんか古き良き、アメリカのこうなんだ三つボタンのコンブレのディティールありながらも、こう柔らかいちょっとイタリアっぽい。そうですね、結構ディティールはアメリカなんですけど、やっぱイタリア仕立てでかなりモダンな感じになってます。何がいいって、はい、これチョークドのパッチフラップですよ。そうです、ここら辺にこのシップスらしさ、はい、ね、なんかこれにしようかな、じゃあただ下にいっぱいあります、ね、まだあるんですか、はい、じゃあまだこれあの YouTube でも紹介してますので、これもね、ぜひそこも合わせて、はい、そうですね。シップスは YouTube もやってるんですね。そうなんです。今年から、はい、シップスチャンネルという形でシップス YouTube やってますので、ぜひそちらも、はい、これすごくないですか。これがはい、シップスの、別注の、まあ、これ兄貴好きなんじゃねえかみたいな、ではない、まさに兄トラップみたいな、好きではないからっていうところで、はい、こちらに仕掛けております。いやー、はい、なんかすごい英国グルーヴ来てますね今回。そうですね、英国でちょっとまとめております。はい、いや、多分お好きなんじゃないかなと。ほら、もう自然とここに置いてあったもん自然とこのフッサグルーヴが出てますよ。あれだ、ショーウィンドウで上の。あ、そうです、ちょうど、はい、飾ってるタイプですね。バブワーですね、これね。じゃあ、はい、こっち行きたいんですけど、はい、基本的に3つあるんですよね。そうですね、3ブランドあります。せっかく今日ちょっとこれ、あのバラクータ、はい、はい、バラクータ G9 の、多分80年代ぐらいのヴィンテージなんですけど、なんかこう、まあ、今日ちょっとベージュでこう、はい、いわゆるクラシックな感じですけど、なんかこの、なんですかこの素材、これのちょっと説明を簡単にちょっと、はい、持ちながらできますか。ぜひ、はいはい、今回のこれ、G9、ベサ G9 なんですけど、私、はい、のタイプですねを、かなり薄手の、まあ、ライトアウターにしたいなという思いがありまして、はいはい、まあ、撥水のあるかなり薄いナイロンにしてます。で、まあ、とにかく軽いです。めっちゃ薄い、はい、持っていただくと、うわ、もうあんまり着てない素材感、よれます、はい、これ、いいっす。なんですか、この裏地どうなってるんですか。裏地、通常の赤いチェックがほとんどだと思うんですけど、はいはい、この、ちょっと持っててもらってます、はいはい、これがだから、いわゆるメイドイングランドのクラシックな。そうですね、はい、くたびれた、いつか俺も高倉健になれるって未だに思い込んでる人間なんですけどこのブルー、しかもなんかこれ、こんな使い方しない。通常はフルに入るんですけど、あのフルに入っちゃうと結構熱いとかもあるので、はいはい、あえてライトにするために、線抜きにしてます。ただまあこれアイコンのチップスのアイコンなんですけど、40周年の時に G40 っていうモデルを作りまして、はい、その時に使ったこのシップスでしか使えないこのブルーのチェック、これはシップスだけしか使えない、使ってないです、はい、シップスチェックみたいな。そうです、もうシップスチェックです完全に、はい、す
ごいっすね。このポケットなんですか、これ。これはですね、はい、実はあのバラクータでは初なんですけど、はい、これパッカブルになるんです。パッカブル、はい、これがこんなくくるってなっちゃうってことですか。まあ、パッカブルっていうのはよく、はい、まあ、アウトドアブランドとかよくあるんですけど、こうアウターとかこういうものがすごくちっちゃく、そうですね、コンパクトに、この薄いからできるんですけど、このを持っていただいて、このまま中にもう突っ込んじゃったんです。だから某有名アウトドアブランドの有名なものとか、私も愛用してますけど、ね、ありますよね、はい、こんなになっちゃうんですか、これ。そうです、これでちょっとポーチみたいな形になりますから、で、まあ、ストラップもついてますんで、これいいっすね。まあ、ちょっとこうバッグの中にも突っ込んでいただいてもいいですし。なるほど、ここ、こうやって閉まるんですか。はい、あ、閉まります、閉まります、はい、でこちゃんとジップ簡単にくるようになってますから、まあ、ちょっとしたものはプラスで入るかもしれないです、ね、逆に着ないでこうやって持って歩いてて、はい、でも結構なんか合いますよ、ね、分かってんなみたいな、はい、これだけでもなんかオシックだなみたいな。そうですね、はい、すごくないですかこれ。着てみて、はい、ぜひ着ていただいて。形的には普通のクラシック、まあ、今のインラインでやってる、インラインでやってます、スリムではないものをベースに作ってますね。で鏡見て、はい、なんかやべえなこれ。色もおすすめです、こちら。いや、これね、はい、同じ G9 なんですけど、はい、素材が変わって色がこうなるだけでだいぶ見え方違いますね。だいぶ、しかもこの何がいいってパッカブルっていうのもあるんですけど、この縁しかチェックがないっていうところが、はい、普通こうするとここに、まあ、そうそう見えちゃうんですよ ね、はい、それが G9 らしさとかだとするんですけど、そうですね、いやこれは軽いし、ナイロンの素材もいいです。あとは、ね、撥水なんで雨も弾きますし、 あと結構やっぱ伸びるんですよね。あ、本当だ、ストレッチやってる、ストレッチやってます。なのでかなり着やすいです。なので本当にゴルフでもおすすめしたいぐらいですけども、はい、あとね、某有名アウトドアブランドのミリタリー仕様のもの、の僕大好きなんですけど、あの色味とかが、あの独特の色味ですね。この独特な感じで、このリブの色もこう合ってるし、そうですね、もうじゃあこれ決まりですね、これね。ちょっと見た方がいいですか。そうです、ぜひ一度見ていただいて。これは相当いいっすよ、これ。個人的にネイビーもいいっすね。ネイビーもちょっとくすんだネイビーなんですよ。そう、このくすんだ感じが、はい、本当にいわゆる濃紺ではないので、このマットな色味も絶妙っすね。いいですよね、はい、これ2色展開ですか。2色展開です、はい。ちなみにこちらはプライスはプライスがですね、こちらで5万2000円とプラス消費税です。なるほど、はい。あ、ネイビーも、ネイビーはネイビーでいいですよね。ネイビーもいいっすね。ちょっとネイビーの方がリブが若干アクセントになってるぐらいです。なんかいいっす、これ。ちょっと新たなバラクータの進化系という形で、いいですね、こうやって今日、はい、あのフランス軍の M52 の軍パン、ね、軍中の履いてますけど、こういうのにも合うし、はい、まあ、バラクータ G9 着てきてこれと出会った運命も感じながらも、はい、やっぱりこのバブバブで油断したバブバブみたいな、はい、油断してますね、これ。油断してますか。これはちなみに、はい、モデル名はこれは、ビデールというモデルです。ビデールか、はい、現行のビデール。そうですね、ただこちらもあのバラクータと一緒でスリムではないタイプ、クラシックフィットをベースにしてますので、割とゆったりしてます。この生地はこれは、3レイヤーのナイロンを使ってます、まあ、なので通常のオイルドよりはちょっとやっぱ軽さもありますし、なんか逆にこういう、まあ、いつも私油断するな油断するなって言ってるんですけど、はい、逆に油断したバブアっていうか、はい、もう油抜きみたいな、油抜きみたいな、そうですね、まあ、逆に言うと油増し増しの逆みたいなまあ着やすく増し、どっちもいいと思うんですよね、オイルドのバブアを何年も着てこうエイジングしていくのもあるし、はいはい、まあ、こっちの発想にちょっと、そうですね、近いと思うんですけど、はい、近いと思います、ちょっとオレンジが、これは何色展開ですか。こちらはオレンジとグリーンとあとネイビーの3色ですね。なるほど、まあ、いわゆるの政治グリーンとかに比べるとやっぱナイロンなんで色味はだいぶ明るくなります。なんかでも政治のオイルドが完全に抜け抜けになるとこれぐらい明るい、ちょっとこういった感じになってきますよね。なってきますね、はい、なんかちょっとコーチジャケットっぽくも見える、そうですね、雰囲気もあって、はい、やっぱ代名詞の襟のコーデュっていうのは残したまんまにしてますね。なるほど、はい、腕の感じもそんなに変えてない。そうですね、なんで割とゆったりしています。裏地のチェックも別注なんですか。別注です、はい。で今回その45周年というところもありまして、はい、まあ、先ほど見ていただいたバレタールなんかもそうなんですけども、はい、チェックをポイントにしてますので。なるほど、これ色によって全て変えてます。
ブラックウォッチなんだこっちは。はい、オレンジにギンガムチェックとオリーブにブラックウォッチ、あとは最後にネイビーもまた違う。ネイビーはですね、もう割とベーシックですがギンガムチェックにしてます。あ、いいですね。はい、いいですね。で結構あの秋物ですと大体着物のネルとかにしちゃうのが多いんですけど、これあえてと朝コンにしてるので夏以外は着ていただけます。結構軽いと思います。オレンジやばく、あ、こっち見ちゃいました。オレンジやばくないですかこれ。いい色ですよね。はい、いいっすね。最近ちょっとオレンジが自分の中でこうスパークしてるんですよね。あ、そうなんですか。はい、でもやっぱりなんかそれだけこういうオレンジって洋服の中に取り入れても最初着た時にあれないかなって思うんですけど、例えばポロシャツとか T シャツとか、はい、まあ、こういうアウターとかでも意外とそうですね、ベージュとも馴染むし、実際見るよりも多分着た方が合うかなと思います。いや、はい、このだからこのオレンジにこのギンガムチェックの裏地とまたこの焦げ茶の襟がコントラストになって、はい、いや、いいっすね。しかも全くベトベトしないっていう、そうですね、本当にもうナイロンですから雨も問題ないですし、これいいな。でこちらプライスは、こちらで45,000円プラス消費税ですね。なんか今だったらこういう、まあ、今日私着てるのはセントジェームスのカットソーで、はいはい、まあ、ポケティからちょっと今の季節長袖になってこの後ちょっとハイゲージなニットになったりとか、はい、でその上にパッて羽織ってもいいし、ね、もうちょっとミドルゲージぐらいのニットに羽織っても、まあ、結構暖房が効いてたりするじゃないですか、はい、日本の冬とかって、はい、超便利ですよこれ。結構、まあ、風は通しませんので中だけ調節していただければ結構長い間着れますよね。あとちょっと一つもう一個ポイントがありまして、はい、これもちろんジャケットの上でも着ていただけるんですけど、はい、通常のビニールですと中にあのリブがついてるんですよね。ここに、はい、ここについてますね。そうですね。で実際私も着るときにジャケット着るときに結構持たれちゃうので、ここ もたつきますよね。そうなんですよ。でこうスナップついてても横でもたついたりとかしてなんであえてこれはもう外してます。はい、なんかモッツっぽいですなんかね。さらば青春の光みたいな。なんかこちらはフレットペリーです。これはちょっともうなんか、はい、ジャムから聞き直しますか。目の前にビートルズの T シャツがありますけど、ポールウェラー着てそうですねこれね。こういやいいっすね。フレットペリーはだからポロシャツももう20代前半の頃かな。はい、一時やっぱそのブリティッシュとか UK のこっち系のちょっと興味があった時に。はい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 、ポロシャツを着てましたけど、いいですね。なんかそうですね、結構夏はまあポロシャツもちろんやってるんですけど、はい、秋冬は去年もこのハリントンジャケットやってました。そうだ、もともとまあこれもそうなんですけど、ハリントンジャケットっていう、なんだろう、まあ大きな括りがあったんですよ ね、はい、だからいろんなブランドがあって、だから似たジャンルですけど、はい、こうやってブランドが変わったり生地の模製が変わると雰囲気も変わってきますね。雰囲気変わるし、はい、このグレンチェックの感じもいいっすね。今回もそのチェックもこれ全部柄から起こしてまして、特別に。そうなんだ。はい、なんでグレーンチェックとこちらのまあちょっと落ち着いたこっちもいいっすね、グリーンのガンクラブもすげえ UK っぽい。はい、いいですよね、まさにという形ですけど。このチェック着てみていいですか。はい、ぜひ。定番でやってるハリントンなんですか、この形。ハリントンです。ただあのイギリスのサイズ感ですね、ちょっと匂いでゆったりしてます。あ、なるほど。はい、これでちょうど真ん中のサイズ、ね、なるほど。はい、あ、なるほど。まあでもちょっと多分15年ぐらい前だとでかすぎんじゃないみたいな、はい、いわゆる UK もののジョンスメだとかの日本のサイズになってなくてでかすぎた時代があって、そこからちょっとみんなタイトになって、はい、今ちょうど私が着てた G9 もサイズアップしたいぐらいで、これも20年ぐらい前に買ったものなので、はい、逆にこれぐらいでも全然そんな今はオーバーな感じ全くないですよね。程よいですよね。はい、多分20代ぐらいだとこれの上着ちゃったりとか、いわゆるオーバーサイズみたいな着方もあるんですけど、自分だとやっぱりもう50代なんであんまりやりすぎたくはないかな。なんかこう大人のいい余裕が出るような程よいサイズ感だと思います。でチェック感のチェックのこの落ち着きもあるし、ここのそうですね、グレーにあのロイヤルブルーのペンですね。これいいですね、はい、フランネルか、はい、ミディアムグレーのちょっとウールのパンツに変えても、はい、ちょっとドレスっぽくなる。そうですね、綺麗めでも使えますし、いいっすね。結構これあのウール見えなんですけど、あ、これウール、実はウール100じゃないんですよ。ポリが入ってまして、なんでちょっと軽さも出ますし、はい、まあイージーケアってとこもありますし。なるほど、はい、大滝さんに聞くしかないですね。そうです、ちょっとぜひ聞いていただいて、はい、どうすかねこれ。
フッサでなんかで DJ やってますけどね、これでもなんかこうやってアメリカの歴史っていうか、なんか僕は本当に大竹一さんとかナイアガラ、はい、山下達郎さんもそうですけど、アメリカのポップミュージックみたいなものを聞いて、そこから、まあ、ファッションも同じなんですよね、うん、そこ例えばローファーがあったりコンバースのスニーカーがあったりで、小学校ぐらいの時に IB がドーンと来て、うん、はい、ミューラー&サンズってかっこいいな、紙袋がすごくかっこよくて、僕は小学生だったんで紙袋、はい、これでもぶっちゃけ岡部さんが、はい、だったら、はい、もう兄貴これ決めてんじゃないですかっていうか、まあ、どれも本当に素晴らしいんですけど、はい、もうやっぱこれじゃないですかっつったら、これも悪くないですよね、でもね。いや、もういや、お似合いでした、はい。ただ私は多分こちら個人的にもすごいおすすめしたいですね。やっぱ兄貴もすごい気に入っていただいて、ガブルだし、はい、やっぱこれやっぱこっからの進化っていうかね、これちょっと感慨深いものありますね、これ。そうですね、同じベースは同じなんですけど、2020、はい、こうなってるわけですよね。これ多分何年だろう、これ90年代前半ぐらいなのかな、はい、もうこの違いですもんね。いや、色がいいな、はい、これ色がすごいこだわって作ってますんで、これ、はい、これにしよっかなーって、もう決まってたでしょ感ありますよね決まってたでしょ感。ちょっとバブアーもだいぶ気になっていただいて、いや、バブアーのオレンジに今しちゃおうかなって今、はい、ちょっと思ってるんですけど、もう一回着ていただくとこちらの良さが、はい、いや、なんすかこれ、たまんないですねありがとうございます。これちょっとコヨーテとかもないんですか、ちょっと茶色っぽい色。コヨーテもちょっと案にはあったんですけども、やればシップスのネイビーと、あとはそっか、でもシップスといえばやっぱネイビーですね。ネイビーですから、うわ、はい、色もなってきた、はい、うわ、このなんか深いネイビーだけどちょっとマットな感じも、そうですね、うん、はい、この色も独特の色ですけども、やはりまあこのちょっと落ち着いたグリーンはすごいおすすめですね、はい、パッカブルにもなるし、なりますし、じゃあね、やっぱもうこれに、はい、これに決めました。ありがとうございます。これに決めました。はい、で、ちょっと、はい、もうこれも買ってきます。もうぜひ。これも。で、これでちょっとナイアガラムーンとかね、アロングバケーション聞いて、やっぱ恋するカレンで、もうどうなってんだよみたいな思いながら、はい、で、ちょっと、まあ、ちょっとルービーも飲みたいし、はい、ちょっとお腹も空いてきちゃったんですけど、そうですか、はい、なんか岡部さんのこの、はい、おすすめみたいな、なんかありますか？ここら辺ですと、ここら辺でも別にどこでもいいんですけど、あの近場ですと、あの、はい、近江というお店がありまして、近江、はい、近江ですね、はい、どんな感じの、大きい海ですね、あの料理、あのジャンル的には、九州の大分料理なんですよ。大分なんで鶏天ですね、それが、まあ、とにかく美味しいです、はい、でも九州といえばやっぱり唐揚げじゃなくて鶏天とか、はい、あとごぼ天とか、そういう食文化ありますよね。そうですよね。それって結構近いんですか？それ、あ、もう歩いてそんなにかかりません、10分かかんないぐらいです。あ、本当ですか、はい、じゃあちょっともうこれ鶏天に合いますかね。これ鶏天にはもう抜群に合うんじゃないですか。鶏天ちょっとベージュ系だから、はい、鶏天にも合うし、そうですね、例えばなんだろうな、僕あの札幌ビールの赤星って大好きなんですけど、はい、ああいう瓶ビールにも合いそうですね。合いますね、はい、じゃあちょっとあのもうこのまま行っちゃうんで、はい、ちょっと一回行って一回ちょっと向こうのですよね、見ていただいて、はい、そうです、はい、よし、やっぱこれだな、髪をほどいた君の仕草が、いやグルーヴ出てんな、これどこかな、近江な、もうこの G9 とナイアガラで近江、大分の大分料理なんだ、あ、なんかちょっと和物っぽいな、これ、あ、ここじゃない、豊後の酒、やばいよ、なんか九州グルーヴ出てますね。じゃあちょっとここでピッと、おすすめのクイッと言ってみましょうね。いやいやいや、うん、いいっすね、近江。赤星ありますか？はい、じゃあ鶏天と赤星を、はい、やっぱビールは札幌ですね。お、早いっすね、鶏天、はい、ありがとうございます。今日あの、シップスでこれちょっと手に入れたんですけど、はい、結構、どうですかね、鶏天の色とか、いい感じですかね、はい、とてもよろしい、ありがとうございます。たまらんすね、これ。じゃあまずこれをちょっと、うまいっすね、これ。うまい、あの唐揚げとか全然違った感じで、
やっぱ日本のセレクトショップの始まりでもあるシップスなんで、やっぱジャパンってことで日本酒は、お、すごい、ね、お、これどっちが合いますかね、このバラクータの G9 で。鳥天とこれにこの感じになるの、どっちが、はい、こっちこっちです、はい。いやもうちょっとあの日本酒頼んじゃったんで、ちょっとここからはもう一回カメラ止める感じで、じっくりちょっとナイアガラとシップスとこの G9 でちょっと楽しみたいと思いますんで、また来週、アニチューブで会いましょう。髪をほどいた君の仕草が泣いているよ。今日はですね、ブラ兄貴の、鎌倉編。